わお。僕はね、新しい家でもちょっと電気落としたばっかなんで、わあすげえ。これは、あ、これはね、sorry、yes please。ああ、yes。not open。じゃ、not open。あ、じゃじゃ、これって、あ、窓そうね。ああ、OK、OK か。あ、わかった。窓開いてた。すごい。で、こんな感じで。Two people and one, two person, one person みたいな。で、これがこんな感じっていう。で、TV and, あの、なんだっけ、冷蔵庫と、あ、トイレット。うん。で、あの、あとこれ。OK, バイバイ。あ、バイバイしないでいいよ。So sorry. 5分か。あ、いい。やば、これ欲しい。タイ国土が広いからね。だって、わお。これ、これで、これ。あ、これ欲しい。で、こっちのカタログもらいましたよって。わお。あ、予約。予約なんか言うんだよ、予約。マジでだって前乗ってたのこれ乗ってたもん。 I already ride, I already drive, same same なって、 same same なって。 But I like this one, expensive, not yet. Plug-in hybrid, not yet. いらない。 I don't like plug-in hybrid. I like this car.Yes, I like this car. Wow. っていう。宮ちょんぶりだったから行こうと。またね、まあもうこれでいい。GL でいい。GL でいい。OK, GLS. Not my Baja. つって。Wow. つって。ああ、そう。超良かったこれ。I like this. っていう。なんなら名刺もらったから。地元だもん。Wow. 超いいんだよね、これ。外国だとね、こんな感じ。日本だと本当ね、いちいちチェックめんどくせえじゃん。わお、アメージング、かっこいい。でこれポイッつって、あー、レッツゴルフィン。わお、いいね。引ける引ける、引き物引ける。これジェット引ける、船引ける、結構何でも引ける。タイ国土広い。ノットバンコクすればよ、OK。わお、かっけー。ということで、あの、遊びゾーンっていうか、俺のあの、仕事ゾーンに入ります。今までちょっとね、バイク見たり、ジェット見たり、ちょっと遊んじゃったんで、ちゃんと名刺もらったよ。気に入ったと思って。なんなら俺、かぶってるよ、その名刺。その帽子ね、帽子だ、帽子、ほら。日本だったら絶対乗らないけど、トライアンフとか、わお、来たー。わあ、タオライ？あ、ソールドしてる。タオライ？違う、誰もいなかった。タオライっていう。かっけ、かっけ。開かないと。開かないと。いや、普通にドアかける。わお。かっけ、かっけ。わお。これ別にそんなじゃん。ああ、すごい美人。ベンテイガなんだね、やっぱね。主力はやっぱこれなんだよね。ハイブリッド。ベンテイガにハイブリッド出たって。すいません、邪魔しちゃった。わお。すごい。ベントレーハイブリッド。すごい。怒られるよね。多分日本だったら怒られるし、日本だったらもっと人いる多分。すげえ。かっこよ。うわー、美しい。
ความจุกระบอก 0.29 ลิตรทำให้เทอร์โบชาร์จแบบไฮบริดผลิตพลังกำลังได้สูงสุดถึง536แรงม้า1540いくら分かんない285後から計算しないと分かんないわお、ハイブリッドだマジだハイブリッド違いが分かんないなおかつそんなベントレー見たことねえし俺ベントレー好きだけどコンチネンタルのが好きなんだよねそうあっちあれコンチネンタル分かんない人のために一応コンチネンタル行こうこれこれリスナーこれ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 ด้วยหน้าจอความละเอียดสูงขนาด 14.2 นิ้ว 2 จอติดตั้งบริเวณหลังเบาะบริษัทว้าวมอบความบันเทิงด้วยแอปพลิเคชันดิสเพลย์และ USB และ HDMI ที่ทำงานร่วมกับระบบเครื่องเสียงภายในห้องบริษัทค่ะและท่านยังสามารถประกอบเข้ากับอุปกรณ์เครื่องที่ขาดเทคโนโลยีได้อย่างง่ายดายสามารถสตรีมความเห็นเรื่องโปรดหรือเรื่องจากหน้าจอสมาร์ทโฟนได้และมันคักโยซ่าしかないよねかっこよさしかないこれは。わおって。ここがコンティネンタル GT8 か。でしょ。すごい。あんだこれか。フライングスパーは別に大丈夫。もう各社やっぱハイブリッドなんだね。うん。あポルシェ。速みたいな。ポルシェよく見る。よく見る。あマカンもまあ見る。ああなんか。ヒロミさんこれ乗ってったよでもこれだったらこれいくらトライこれはこれで2000万ぐらいかなあーこれかあ開いたこんな感じあーかっこいいけどね普段乗りにはただこの値段出すならもうちょいでけえやつで引きたい気もするかこんなもんかああこれかへえ狭くないまあでもそんなもんか俺運転しないなあいたあオレディあーオレディこれもらったよあ、名刺もらったよっていう話をしてこれどうだったかあ、それにあ、ディスパーこれってどうやったと思うへぇーわおうわ、すげえ今見たこれ押すんだよつってこれねこれをほいわーおよしでワンモアタイム。すげえ、すげえ、新車すげえ。あ、ママグーか。それ2000万ぐらいするわ。I know。確かに。あ、いいかもね。あ、確かにいいかも。いいサイズ。うん。いいサイズ。いい車かもこれ。確かに確かに。あーいい車、うん、あと揺れてるように感じない床が多分ねちゃんとしてないから俺思った俺がフラフラしてんのかなと思ったら違うはい誰が乗ってくれるんでしょうか未来の嫁みたいなかっこよかっけえなこれ何だろうまあモーターショーだからね今日一応日本だったら多分ほら煩わしいじゃないですかいろんなの別にそういうのないんで多分あ日本の多分テレビクルーが来てんのかなぐらいの感じだよでも今変に iPhone で全然いけるしへーみたいなまあなんか向こうも慣れちゃってて分かってないから多分こういう感じあ俺車好きだしねあ音いい音いいいいわいやこれ揺れてんの多分これだね多分そういうことだ分かった、うん、
へえ、これこれ見えないね。518万バーツ、メイビー2000万ぐらいかな。よいしょ、お、いけた。多分ねエンジンはかかんないけど、はい、っとこんな感じのドライビングビューかな。こうか。あー確かに GLS も良かったけど、これはこれでいいかも。多分これのこれの感じ、うん、なんかそのスポーツ SUV だ。 SUV ってスポーツユーティリティビーコーって、ごめんね発音良くなくて、欧米人じゃないから。スポーツユーティリティビーコー、あ、43,045、20万からローン組めますよ、20万円から乗れますよっていうことだね。 OK、 新車はローンくれんのか。へえー、すげえ。よいしょ。確かにな、いや超現地人みたいな車乗ろうとしたら本当に止められたからね。おう、うん、もうねこういうのとかいちいちかっこいいもん、ね、とかこのホイールとか、うん、かっこいい。言うて言えば多分このブレーキのあのキャリパーを後にするぐらいだけど、こっち安いんだよねそれ系。わお、いい車、いい車、うん、It's a girl。 あお、なんかもう夢のような国ですよ僕からすれば。わお、これいくら、あ、SL43 ね。へえ、かっけえけどこれ開かないかな。これボタンか、多分ねピッて開くとキュッて出るやつね。触っちゃダメって言われたら触らないんだけど、こっちの人結構寛容だから、あ、開くじゃん。これさっきこれペコってやったの開かなかったって、開かなかったって学んだ、違かった。わお、 SL、 わあ、あーやばい、これはかっこいい、かっこいい、 Yeah, it's so cool。 わお、あ、これ欲しい、ちょっと待って、うわやべ。もうねめまいなのかな、感動すか、感動、わお、かっけ、かっけ、わお、ビューティフォー、よいしょ、失礼します、そうそう、タリカー、わお、わお、 It's so beautiful、夢だよ夢。ちょっと動画回しっぱだけど、かっこよ、かっこよ、いいな、よだれが出てくるもん。わお、こっちの人あんま撮らないんだよね、見て楽しむのかな。俺普通に欲しいからさ、プーケットなら運転できる自信あんだよな。セールスアマンゲイこれは悪くはないけど、なんかやっぱこっち、うわお、ガルフィング、これガルフィングって言わないんだよ、バタフライドアって言うんだよ。何これ、うわーすげー、コンセプトカーだね。でもインスタで見てた世界が目の前にあんだもん。いや近っと思って、近っと思って、インスタ見てるよりなんか行きゃいいじゃんみたいな。へえー、すげー、なんか映ってんの、うん、まあ僕ちなみにあのロサンゼルスのアニメエキスポに出店したことあるんで、出店ね、出店ね、出店、そう、あの遊び行ったんじゃなくて出店ね、スタートそこだったわと思って頭おかしいみたいな、ちゃんと真面目に遊びに行くの初めて来たんで、そう、タイ人もまだ仕事じゃないけどお前ならいいよって言われて、わお、どうなってんの、あーすごいね、わお、
ビジョン111だって。まあカーショーだからね車好きじゃない人からしたら全くつまんない。わーお、あ、かっこいいよね。やっぱ各社はやっぱこういう系なんですね。低燃費的な。てかベンツはもうディーゼルに全振りだよね。さあ俺さっき次にいいなと思ったやつが、よいしょ、あのいいなと思ったやつがって言って、ちょっといやイヤホンつけたいんだけどなと思って。わーお、へー、こんな感じ。やっとベンツコーナー終わった。ベンツコーナー超楽しくてやべえと。わーお、あーでもゴールしたな。わー、あった、いた。わーお、 GT3 これ、わー、これは調度品。こんなんさ、近場で見れたり触れたりできるのすごくないって。うわー、かっけー、マジで。てか、いくらこれ、開かねえの、開かなかったガッて、ちょっと音がなんかちょっとチャッチーな。でもかっこいいよ、ビューティフォー、 It's like a beautiful。バッタちょっとチープな、チープなっていう音かな音チープなっつって音チープだったなみたいな。まあレーシングモデルだからねこれね。わあ、かっけえ。へえ、何これ、これ面白い。多少学んだんだけど、これドア開けなかった。こいつワンチャンドア開けました。これは開かなかった。これ、え、あ、へぇ、ドアタイプ面白い。あ、すごい空力。あっちはあれ、へぇ、すげぇ空力。空力これはマンスイ多分プラスなんだ。あった、値段も考えたくないよねこれ。でも2420、240、これいくら、わからん。トータルプライス、バーツだから5000だとして、こういうの好きなんだよね、買う買う買うってタイの人なんで、あー1万、10万、100万、1000万、1億、2億4244万900、まあ、2000、よくわかんない、2億4000万バーツだから約、うわー、わー、6000、お前マジか、うわーと、8億円ぐらいするこいつ、8億円ぐらいするこれ、うわー、8億、普通にガッて触ってもごめん、ほんとごめんと思ったわーお、あ、ナウじゃん、ナウ911じゃん、多分一番新しいやつじゃん。うわ、ほ、あ、ほら、あ、舐めてた。あ、これだ、これだ、これ、こいつだ、こいつが、こいつがこれ、これね、これね。え、いくらすんのこれ、やば、空力抵抗バチバチに考えてるこれ。あ、そう、ソリー、えぐ、わお、欲しい、欲しいっつうか乗ってみたい。もうね、買わなくていいこれ、怖い、さすがにこれは怖い。8億円の車普通にあった。タイ
ってだって死ぬほど金持ちいるんで、日本と違って頭おかしい金持ちいるから値段おかしくなんだよね。わお、これいいな、ラッキーハウス体感か。あ、もうこれぐらいが普通に見えてきたもん。頭おかしいよ多分普通。でも頭ってバグらせるとほんとすごいよ、うまく使える。あ、違う、これこっち、これで、あ、そうだ、やっぱ今のこれだ、ピッてやると、いいな、ボックスついてるし。ただボックスつけることがあんのかどうかっていう、ボックスつけるやつがポルシェ乗る必要があんのかどうか買いたいけど、でもやっぱいいなみたいな。ほら、あー、いい、これはこれでいい。がこの選択肢にするなら俺は GLS に乗る。なぜ？弾けるから、物が弾けるから。なんかこれ好きじゃないんだよな、ケーマン。あんまアイドンと、あ、ポルシェ、あ、まあまあする。2万バーツぐらい、1万6000バーツだから別にいらないかなそんな、1万6000バーツいくらだろう。1万6000バーツ2万だとして8万いかないぐらいだから、8万から8000引いて7万2000ぐらいか適当。すげえ、まあ、あの感動のドイツ車ゾーンが終わっちゃった、メルセデスゾーンが終わっちゃった。あの BM、 ほら 5R 普通にいるけど、あれがマジの 5R かパチモンなのかわかんないから、マジでこっちってバグるよ頭。車は多分本物全部じゃないとおかしいでしょやだよパチモンの車、中国作るけどあったけどさっき、やだわと思って、あれっつって、マクラーレンじゃねえっつって、マクラーレンじゃねえっつったら違うマクラーレンですらなの、チャイニーズかっつって、しかも値段だけ一丁前にマクラーレンだったから、うざけんなよって言って相手分かってないっつって。キアーはどこだろう、これこれ EV かね、あんま興味ねえんだよな EV、 マジ興味ない EV ひどいやん、ガソリン車で興味ないとこもずっと飛ばすから。青、三菱はあのフィリピン法人の副社長の息子になんかお金貸してくんないってこの前言われた、え、俺がいいけど俺から金借りるってどういうことか分かってるよねって言った瞬間終わってしまった。わお、あ、イーマスクさん、あ、これだ、あ、120、値段がバグってる、頭おかしい。あ、127万3000バーツと約400万ぐらいかな。まあドアの感じでもなんかテンション落ちたけど、トラックは便利なんで多分欲しいなーつって。うん、これはこれで結構好きだけど、フォード買いたい気持ちが分かった、うちの仲間たち。フォードの方がいいかな、さっきちょっと乗ったけど。お、片手でやるもんじゃねえなこれ。あー、でもなんかめちゃめちゃリットルがいいのか。いや、あのさっきまでさボタンで操作してたから、あまりの重さにちょっと引いたあー、これだ、これこれ、そう多分そう、キャンプセットで、安いのかなこれ、これへえ、わお、あ、へえ、こうなってるんだ、ツーリング、へえ、これどこでも行けるんじゃね？三菱だから、へえ、わお、確かに、タイだとね、タイだとね、どこでも行けんね、これね、確かに、トリオン。わお、マジでどこでも行けるこれ。
70万バーツは280万ぐらいかな。あーでも280万でこれどこでも行けるのありだな。マジで。やるな三菱って思った。これ多分日本じゃ絶対売ってないでしょ。わお、うわーこれはすげえ。え、マジで。あーうわーうわーお、これはダメ。こんなん見せたら俺もう日本に帰りたくなくなっちゃう。わお、うわーおーすげー、これすげーすげー。ちょっと待って、これで、イエスイエスイエス、これだ、これとこれで、これでちょっと外して、これで外してカシャって。俺キャンピングカー乗ったことあるんだけどさ、フォードの微妙だったんだよね、ガチャガチャうるせえっていう F450。 これはすげー。へえ、上上、あおう、アイスイー、わお、これはいける。タイどこでもいける。すげー、キャリーボーイ。ちょっとこれパンフレットもらってこ。はい、すいすいこれとあとこれよいしょ。あーかっこよ、これはいい。いや、あれさっきまでなんかベントレーとかなんかあの景気のいい話だとか、キャンピングカーやっぱ欲しいんだね俺か、遊べる車。アウディ好きな友達いいんだけど、アウディの良さ分かんないんだもん俺。アウディでしょ。言うてアウディでしょ。あーこれ面白いな、97。4万500万。数字がおかしくなるからね。はい、ね、約450万バーツだから計算するのめんどくせえ、約4倍。めんどくせえと思ってあんま欲しくねえしこれ。かっけえと思うけどね、確かに。ただアウディリビルト品出てないから壊れた時めんどくさいんだよね。っていうのとベンツ大好きだから、あんな BM ドイツ車好きだけど。はーい、かわいい。いつはキューっつって、へえ、Q3 でこれか。あ、まあ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  Q3 っていうか、アウディ好きなね葉山くんっていう子がいるからね。あーでもかっこいいかもしんない、確かに。あのこっちちゃんと修理してくれるからさ、新品で買えば。そうリビルトいらねえんだ、そうだ俺車屋だからもともと。あ、OK、へえ、いいじゃん、いいじゃんっていう言い方もあれだけど、え、いいじゃんいいじゃん。え、なにこれ、多分東京とか日本でやったら死ぬほど混むけど、ここタイだからさ、へえつってこんな感じ。多分俺こんなノリで使うけど、多分。あ、いい、あ、これはベンツ抜いたか、 GL のさっきのクーペ抜いたか。これなんかさ、これもしかして、あ、そっか、でもスポーツタイプだからこれでいいんだ、っていうかこれでいいんだ別に。全然違う違う違う、これあのガチャってガじゃなかった、あのちょっと微調整。へえ、わお、うん、ちょっとこの辺チャッチーなと思うけど、でもな、ランボルギーニだけの2000、あ、でも2000万かこれ、2000万でこれって感じかな。ランボルギーニなんて多分2000万じゃ買えないと思うよこれ、ウルフでしょ。でも多分アウディとランボルギーニって、アウディのなんていうんだ、ランボルギーニって結局アウディの傘下なんで、The same like アウディでしょ。アウディとだってなんだっけ、なんか結局パーツ流用してるから、まんまじゃあこれランボルギーニじゃねっていう感じなんだよ。
うん、ランボっぽいよね。ランボっぽい、ランボルギーニっぽい。ちょっと待って、置いといて、ちょっと貸してつ。すごくない？自由でしょ、タイ。どんだけ自由だって。いや、わかんない、俺が怪人だからかな多分。ちょっとこれはめとこう、一応被災者として。これはめてるとね、マジで本当に業界人になる。いや、マジでリアルにこれ欲しいなって。これとこれじゃなくて、これもちょっと欲しいからカタログあるかなって聞いてみようと思って。よいしょよいしょ、これか。やっぱね、イヤホンマックスするとね、エアポートマックスするとやっぱその人、仕事の人っぽくなるけど、あんまこっちの人仕事してるようで仕事してないような、仕事してるようなよくわかんないところから。それある。5時になったらさっさとかあるけど、あおあお、うん、こんな感じか。だからその日本の感覚で生きてるとワークホリックになってマジで怒られる。どう働きせやって。そう、今日もだから多分まだうちの兄貴たちは家族と遊んでんじゃない。子供と今日休みの日だからね。わお、あった、これこれ、これ大事。あの、いくらかな、いくらなのかなつって。いいじゃん、悪くない。全然悪くない。ただ2000万かって、これ2000万かって考えるとなんかな。うん、やっぱタイは高いけど、まあビューティフルっちゃビューティフルかな普通に。これただ俺現地人だから、多分マジでさっきのキャンプ車買うかもしれない。あ、キャンプ行けんじゃん、そのまま。俺キャンパーだから、多分うちのあの駐車場にキャンプ車止めんの俺ぐらいなもんだと思うけど、多分高級マンションモデルしかいない。マジビビる、安っ。現地人、あ、確かにね、アウディ見くびってたわ。新車で車買う人からすればアウディいいかもしれない。へえ、これで650万、これどこでも行けるよ俺マジで。だって日本中あのガツレンタカーのなんだっけ、あーすげえ、あ、これは寝れる。ちょっと待って、寝れるよ。 What's happening? これ多分さ寝れるよね。あ、行ける、い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 けるぞ。あー惜しい、フルフラットじゃない、フルフラットじゃない、車の中で寝れない。あ、フルフラットじゃないよね、これならないね。あー残念、でも俺は寝れる、俺ちっちゃいから。オッケー、へー、うーわー、これでどこでも行けんのはでかっ。わお、すげえ、これはどこでも行ける。ちょっと待って、あ、これね、スペアタイヤ大事大事、スペアタイヤ大事。はい、バイバイっつって、うん、これはいけるな、結構どこでも、どこでも行けるっていうかね、モデルさんみたいな人ばっかなんでタイって。だからちびっこの俺とかマジで意味わかんないんだけど、いいなっつって。これとかすごい、これすごくない？バキバキかっこいいな、うん、かっこいい、これいいな、まず640、2800万なんだ。あ、違う、そうだよ、 RS4 だもん。いや安いのじゃねえや、ごめん、割り安いのじゃなかった、そりゃ高えよ、びっくりしたーつって。そうだーつって、わーつって、かっこいい、これ買う、これ買いたいな。え、キャンプ車良かったけどなーみたいな。え、かっけ、うん、あ、こんな感じなんだ、オッケーっつって。これはこっちで、 USB がもう USB の時代じゃすらねえっていう。すげえ古い DM 買おうと思ったんだけどさ、全員で兄貴に止めたられて、あれっつって、おかしくないっつって、マジでっつって、かっこよくないっつって、 E46 って言ったやつがなんかいきなり新車になってる。 Welcome, Meg. へぇ、こうだ。 Yes. これで？これで？うん。そうだ、ドイツ車わかりやすいんだよね。基本右にひねればなんとかなるみたいな、こういうタイプ。ランボルギーニ多分流用してると思うんだよね、こういうところ。ハンドル多分ランボの人。ランボじゃ、ランボ買えないよ。ランボ買えないし、買わないから。へぇ。これが買い物入れ。
でこっちは USB で 12V のエアコンでモニターで、こっちが USB の別物のやつって感じかな、あんま覚えてない、俺頭弱い子みたいな。シートすげえな、これ。あ、これか、これね。へえ、あー、俺これあればどこでも行けんな、確かに。ちょっと納得した。ちょっと連絡先交換してくるんで一回切ります。ガチめにガチめにガチめに。あれすげえ、これはな、ここまで行くなら別に。あ、すげえ、マットブルーなんて初めて見たかしら。マットブラックとかあるじゃん、マットブルー来た、感動するとか、ごめんね、マニアック。わお、スポーツバッグ。あ、値段違う、すげえ、青、うわお、マグネシウムじゃないこれ多分。あく、あ、似てる、中似てる、だから多分乗り味は多分変わんないんだよ。これか、これか、これか、青、へえ、あ、面白い。 SUV でもなければセダンでもない。クラウンもそういうのあったけど、それさ、何時寝れるっちゃ寝れるね。ポルシェのカイエンみたいと、パナメーラだね、パナメーラ、これか、そうぐらいかな、多分これは入れるな、これ多分寝れる、寝れるかな、多分寝れる、俺ちっちゃいから多分メイビー寝れる、これだな、これはこれでかっこよい、かっこよい。へえ、これかっこいい、これかっこいい、これは SUV 好きじゃないのかもしれない、ワンちゃん。へえ、これいけ、1268万バーツ、いや1260万、さっきこっちいくら、おかしくなった、これ600万、こっちの倍、メイビー倍だね、これの倍だったら俺こっちでいいかな、同じ座り心地だし、かっこいいけど、かっこいい、確かにかっこいい、めちゃくちゃかっこいいけど、これでキャンプ行くって発想俺しかないみたいな、キャンパーみたいな、うわー、エッグ、エッグ、エッグ、これランボルギーニだったもん。ランボルギーニ結局アウディの傘下だから、会社で言えば、ね、そう、ハイエンドラインとか、カメラ小僧みたいな動きしてるけど、タイの人多分そういうのやらないんだ、おしゃれだ俺と違って。へえ、欲しい、ちょっと後から名刺もらってこい、これは欲しい、面白い。つあ、マサラティ、マサラティはなーつって、これでしょ、これ飲んだらフェラーリが良くない、あ、ロールスか、あれ飲んだらさっていう、いやいや、俺あれ飲んだら前バハの SUV がいいから、どうぞ、こんな感じ、マスクしちゃう、こんな感じ、あ、開かなかった、開かなかった、普通に手かけるのやめた方がいいよねっていう、買うつもりだから別にだけど、微妙かな、そんななんか、これのカブリオレだったら欲しいけど、ファンファンやるから、でもだったらフェライのカリフォルニアでよくないって感じで、ロールスロイスなんて触らせないから、触らせる気なしっていうでもなんなら接客する気もないみたいな、買うやつ以外寄ってくんじゃねえぞっつって、あ、なんだ、ルクスライクカリフォルニアじゃん、ルクスライクフェラーリカリフォルニア、メイビー、
似てる似てる似てる超似てる。いらねえいらねえ。これのなんかかぶり俺だったらもらってあげてもいいよ。いやもらってあげてもいいやってひどいよ。これいらない。それ好き。それよかった。あと赤いのよかったね。赤いのコスパいいな。結局だから金持ってるところがブースでかいんじゃないかっていうところじゃない。あと触れする気ないのに出してくるロールスロイスすごい。なんだよ触れねえのかよって。ベンツ触ったぞって。マクラーレンはマイバッハ触れない。わお、あ、トラックスや。そうこっちトラックスの後ろだ。あ、マイバッハだね。わお、なにこんな感じ、こんな感じ。便利なんだよねトラックス。青ハイアックス結構かっけえじゃん。なんだハイアックスかっけえじゃん。そうそう買いたちょっと。あ、こんな感じか。あ、こんなだ。こんなか。かっこいいけど、だったら俺別に日本人だから日本車タイで乗る必要ねえし。そうなんだ。日本人だからジャンプスだよ。そうなんだ。 Maybe I'm Thai。 Thai 人だから。わお、何これ。は？え、何？何これ。え、何これ。わお、はぁ、わぁ、あぁ、ついにこの時代が来るの。わお、やべぇ、わお、わお、何これ。すげぇ、わぁ、こんなに。わお、わぁ、やば、何これ。デロリアンの時代じゃん。てかデロリアン超えちゃったよ。わお、うわー、欲しい欲しい。はい、どうだい。わお、ごめんね雑な写し方。俺一人でなっちゃう。撮影班俺一人で。お勉強できない。ラミロクロスマーケンティーガランディー。ルカンクワラマラロクヨーギエン。友達のいない俺子よ。俺よ。なんか俺が死んでるかどうかちょっと。だったらメイド雇う。人でいい。プロフィーチャージングリンク。わお、面白い。大体俺いつもこんな感じのカメラワークで撮ってるだけですよ普段。今日編集するのめんどくせえからいいや。The new Hyundai Stargate Premium。フジョーカー、ジャマオカズノクセバイ、メニーティーセンスト、ヘッドライスアンタクスエティナ、カプクーン、ユダーミスエフナソントソーエクト。ティソトマニアダーミスチープなぁ。ルビコンね、昔からあるよね、これ。ルビコン買おうと思ったらゲレンで買ってたけど。キョンが、別にランハン。アイムジャパン、あお、何これ。何これ、かっこよくない？アルファードよりかっこよくないって何？ジーケア。何これ。あ、かっこいいじゃん。何これ、かっこよくない？え、ワッシーズ？どこ、これどこの国。え、わお、わお、わお、え、アルファードより良くない？こっちのダメなの。わお、これどこの国。え、
あ、やべ、ショップカードもないだろうって。さっき会うの忘れてた。あれ左半、左半だぞ。あれ左半だ。韓国かな、多分。多分そうだ。へえ、すごーい。あ、すげえ。なんかすごい。へえ、これはこれで面白い。充電中。あ、座り心地激推し。え、俺アルファードよりこっちの方がいいんで、ちょっともらってこう。あ、プリーズアショップカード、あ、ショップカードプリーズ、ショップカード、あ、ショップカード、あ、ショップカード、yes、 わ、it's so beautiful。 あれ、コリアン、 my name card right、 あ、オープンカード、すごい、すげー、これはすごい。いやいやいや、絶対アルファードよりこっち、いや、これは良くない、これいい、すげえいい、マジでいい、これはいいぞ。これ系ちょっとマジで韓国強いかもしれない。かっこいいし、かっこよいし、そのモデルさんみたいな人がいてさ、韓国人もモデルさんみたいです、タイ人もモデルさんみたいです。あお、これこれ、This one, this one、 これこれ、ほら、ちょっとこの辺のボタンだけなんか英語にしてほしいけどさ、韓国カーだって。よいしょ、やってること隣の女の子と一緒。このマットでちょっと入れて、これシールでモーラル。へえ、いいね。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、すごい、これはいい。で、これ後ろどれぐらい、後ろこれぐらい、こんな感じ、これか。へえ、これはいい。あ、シートがマジで超いい。これはいい。これどうなの？これは日本だったらこうじゃん。こうだった。最近ね、ちょっとね、嫌韓的なその韓国の苦手意識がゼロになる。この前韓国人からデラ喋ったし。これがこうで、これがこうか。あ、はいはいはい、はい、うん。で、こっちでこうなって。で、これをこうするとこうなるって。あれ違う。え、俺アルファードとベルファイアさ、その1個前かな。今な、おお、すげえ。わお。あお。あお。あー、すげえ。よし。申し訳ないです。これでこれは？これ？これこれじゃない？これは？これ多分、あ、これあれだ。飛行機と同じだ。飛行機と同じ感じ。これとこうでこう、ほら、飛行機と同じだ。俺全然アルファードよりこっちの方が好きなんだよ。日本人じゃないんじゃないかな、メイビー、多分。よいしょ。これすごい。わお、これ欲しい。これいくらなの？そうだ。で、これはそう、シートが超いいんだよね。なんかびっくりした、これ。びっくらこいだ。よいしょ。これ多分設定で英語にできるから。運転してもらうのは最高かな。運転してもらおう。いくらこれ？あ、くすぐ倒ないか？倒ない。倒ない。いくらって。あ、そう、ソリー。これで。ごめんね、本当にごめん。ロールスロイスっぽいの。よし、なんか乗り、ロールスロイスちょっと俺座ったことないけど、ロールスロイスっぽいなって顔面が。これ倒ない。値段高いよね。009。でショップカードもらったがいいや、どうせ。ショップカードもらったんだ。ということで、一旦全部撮影ある程度してから、トライアウフは帽子かぶってるぐらいマジで気になったから、気に入ったら買う。あと、あ、
これ聞いときゃよかったな。あれいくらだったんだろう。まあ、いっか聞いてこよう。あ、聞こう。あ、excuse me、 excuse me、 タオライか、タオライ、メクンさん、ランさん、わかんない、聞いてみよう。あ、タオライ、いくら3、タオライ、how much in Thai baht、 Thai baht、 yes、So sorry, but 330,000 baht. This one, but wow, 何温泉? Thai baht. Hey, yeah, I like Alfader. こっちの方がかっこいい。It's so good. Yes, my suit. So thank you. コップンカップ。あ、すいません。なんかだいたいこんな感じです。いつも気になったら聞く。さっきアウディさ、アウディとか値段書いてあったけど、330,000 bahtsだから1,200,000ぐらい。これアルファード買うより全然買うわ。全然買う。だ超欲しいと良かったもん。やっばーと思って。アルファードマジで負けてると思って。いや、なんでアルファードみんな欲しいんだろうと思って。アルファード別に売ってあげるけどさ、俺自分で欲しくないんじゃない。とりあえず持ってくるけど。秒で俺多分韓国車に。うわーいいね。でミニカフェだって。でトイレこんな感じ。さっきね、あのレディースだって女の人用があって、だいたい日本のノリだと男が隣じゃないですか。隣入ったら隣も男、女の人で、あれっつっておかしいなっつって、あのなんて言うんだろうかわいそうになりながら僕は去りましたっていう一瞬で。だって同じ人間と思えないスタイルじゃない。足の股の位置違うよ。へえ、でもかっこいいけどな、国土でかいしなみたいな。へえ、買いたい。そう、撮影許可とかいるでしょ多分。日本ってこっちいらないんだ。ファイナンシャルサービス、あ、これなんだ、ワテカプチーノアメリカの、あ、ロケット、ライチティー、あ、ライチティー、へえ、プレイズ、あ、ライチティ、あ、タオライ、あ、ノットホールセールなんだ。へえ、これ食べ、これ欲しい、飲みたい。へえ、おしゃれ、おしゃれだよね、ことごとくおしゃれ。あ、そうクール、へえ、これ飲みたい。あ、これで書けばいいの、これ飲みたい、これ欲しい。あ、すげえ、フルーツジュースもこっちうまいんだよね。そう、うまいのよね。で、ノットフォーセールスだから、これどうすればいいんだろう。セールスペクション、これでこれか。で、それで、それこれどうやって書けばいいんだろう。これ欲しい。どうするの、これ。どう、え、タオライ。あ、oh, あ、I need not for sale. あ、for customer service. あ、そうなんだ。へえ。OK、sorry。カスタマーサービスだった。買ってな、買わないとダメみたいな。ミニ買うんだね。ミニかーみたいな。タオライって言っちゃった。そういうことね。なんで売ってくんないんだろうみたいな。俺はお客じゃなかったって。カスタマーサービスって。カスタマーじゃない。ミニいくらすんのこれ。ちょっと待って、 How much? あー、でも300万ぐらいだって、1000万超えんだもんこれで。だったらちょっと頑張ってベンツ行くかなみたいな。ミニでしょ、かっこいいんだけどね。コンバてか、こっち軒並みコンバージョン全部高いんで。そう、うん、だってこの値段でしょ、この値段出すな俺ジェット買うって。違う違う、ジェットもっと300万ぐらいだけど、新車で今の値段出すのは船買うかなみたいな。船っていう、船の方がいいかなみたいな。さっき値段見たし、あー、BMW? あー、ノットミニかな。
微妙かな、BM 灯だったんだけどな今。今日青、これはいい、これはいいぞ。あー前が微妙ってひどい、前が微妙って、なんかいいの見ちゃうと人間ダメだね。あフォードあんじゃん。24マル XY438万馬、1000人、あーでもちっちゃいな、ちっちゃいな、ひどい言い草だよ。いや違う、俺車マジで好きなんで、いいやつといいじゃない、いいやつっていうか興味あるのと興味じゃないのがすぐ一瞬で分かれるだけ。これ M3 乗ったし、 E46 の全然だから現行の BM 興味ねえなマジで。これはこれ7クラス、これ7か。だったらあのクラスだったらアウディかな、メイビーアウディ。できたー、フォード、エベレスト、これか、ゼシャン行ったの。これか、これか、これだ、あーこれね、これだ、このパートナーって、これね、確かに。あーいやもう現地っぽいけど別にそんな欲しくはないかな。いくら、あこれだ、800万ぐらい。うん、なんか一般車って感じ、ドアなんかで微妙な。トラックは良かったんだよね、これ買うなら。あそっちある、あこっちにはまだちょっとドアちゃんとしてる。これと違うんだ、これこれでこういう感じ。あそうモニターでかいんだよね。そうだ、タイもローン組める人増えたんで、そう、あそうこれ気になってたんだよね、どっちかっていうと。これか、イエスイエスイエス、へーこれね、まあ言うてタイプだもんね。そうそうそう、あ軽い、三菱よりいいかな、まあ、三菱よりこっち側が使いやすいかも。はい、いい、これはいいな、これ欲しいよ、これ行こうか。こんな感じだ、なんかそのテスラみたいだよね多分ね、テスラみたいな感じかな。行って顔面ガシってやる、これかな、これでかいな、でかいな、でっけえに決まってんじゃねえ、トラックだもん。運転、あなんかこのギアがちょっとアウディっぽいって、ね、これ、うん、これがこれ、このモニターあると確かにいいかもね。運転できん、バンコクじゃなきゃできるわ多分これ。確かに。ああ、今のアメ車いいかも。え、特に日本車より全然いいわ。かっけえ。あ、でも、あ、右だし。右。この前 BM で俺間違えて左やっちゃった。ジャパンスタイルだね。そう、ソーリー、ごめん。行くね。プライスリストもらってこ。へえ。これを、あ、そう、ソーリー、Thank you、コップンカップ。あ、プリーザープライスリスト ?OK、OK。あ、プライスリスト、プリーズ。コップンカー。ビジーンって行こう。
これだって、これこれ、うん、これワイルドトラックスでしょ、これこれが、イエスイエスイエス、わーお、かっけー、マジでかっこいいよね、これこれかっこいいって思うの俺だけなのかも。わーお、かっけー、かっこよ。そう、エベレスト買うならベンツ頑張りたいけど、トラックはフォードがいい。うん、なんかハイラックス見たけど、あ、ごめん、別にこっちに人映しても大丈夫だから、そうなの、日本スタイルじゃないんだこっち。わーお、もう一回見てこ、ちょっと待って、いくら、タオライ、あーお、これでしょ、欲しい欲しい、これ超欲しい、わーお、わーお、そう、フィッチ予約って言われる、トラックスだよね、トラックス、日本でないやつ、へえ、かっけ、かっけって。しかもなんか、ごめん、さっき何見たんだけど、トラックのここは重かったんだよね、さっき見たやつ、なんか重いなみたいな。ワオって、ちょっと待ってこれ、コーナーセンサーある、コーナーセンサーある、バックセンサーもある、これは運転できるぞ。で、これ超大事、さっき重量感あったもん、ずしんってきたもん、ね、このそれがすごいいい。へえ、これ多分ジェット乗るよね、メビー乗る、あ、これはいい、ビューティフォー、あ、しかもほら多分ここ乗っても大丈夫なやつ、トラックだからね、トラックだから、そう、イッツトラックなの。へえ、いい、そう、あ、めっちゃいい、これはいい、超いい車、これはいい車、欲しい、これは欲しい、よっしゃよっしゃよっしゃ、これは欲しいな。っていうかね、なんでみんなそんな車にかぶってくる、暇なんだね。そう、人件費死ぬほど安いからね、こっち。そこちょっと間違えると、いろいろ大変なことなんだけど、人件費安いからって人権なんですって言うと、よく分かってね、タイ来るときみんな、タイ人はめちゃくちゃプライド高いからね、そこだけ学んだよ、ね。わお、あー、かっけー、かっけー、かっけー、あーお、かっけー、マジ日本人なんだけどな、日本人の感覚じゃないんだよ多分、車の選び方、あ、こうやってあんじゃん、レンジャー、レンジャーで、レンジ、あ、ラプター、ラプター、これか、え、何が違う、ラプターとレンジャーの違い分かんないんだよね。あー、顔面が違う？顔面が違う？確かに顔面違うな。多分ラプターの方が安いのかな。へー、こっちかな。違うな、レンジャーでしょ。値段ちょっと高いかな。あ、ラプターの方がなんかちょっとおしゃれ。これ800万ぐらいかな、ローン組めれば払えるけどっていう、まあ俺こっちで会社作るからこっちでローン組むんだけど。へえ、ラプター、これね、レンジャーとラプターの違い分かんないんだよこれ。あ、これ超ラック、これがね、さっきのはドーンってきたんだけど、これ超ラック、よいしょ、あ、俺でもいける、片手でいける、これいけんな、これいけるな、この、そう、この座ってあの海眺めるとかっこいいなみたいな、映える、はい、しょ、いい、あー、いい、締まり感もいい、これ欲しいやん、よいしょ、よく一緒、はい、しょ、いい、これいいな、これラプターだって、まあ微妙に違うのかな、この辺は、あ、この辺ちょっと違うかも、違う、一緒っぽいけどね、さっきと、これは一緒だよね、ちょっと微妙に値段上がるんだよね、なんかこれ AX だって、だからこれで多分これない、サングラスホールダー、
何が違うんだろう。ラプターとレンジ。とりあえずこれはいい。同じ。顔面。あ、上開くな。Maybe same same なってやつじゃない？多分ほぼ。トラックいいね。これか。あれプライスリスト欲しいかな。プライスリストが欲しいかな。ラプターね。ああ。ラプターとレンジャーが分かんないんだよこれ。何が違うの？ラプターでしょ。これレンジャーでしょ。あ、顔面違う？顔面違う？ほぼ同じじゃね？あ、これ欲しいな。これのなんかあれ欲しいかもしれない。ああ、エクセン。I want the price list, please. Price list? はい。コップンカバー。What's the different Ranger and Raptor? This one, diesel. Okay, look at benzine. What's different? Different engine. Engine? Engine. Engine, diesel, and benzine. Benzine and diesel. これが diesel? Yeah. で、こっちは? Benzine. Gasoline. Benzine. Look, benzine. Diesel.アシスト、あ、エコブーストフォークとかツインターボ、あれガソリン？舞台発令で、どれだろう？ソソリン。あなた日本人？ Yes。OK。コップンか。またマイファミリーはパキスタン。あなたお名前は？ドウン。ドウン。Yes。オト。オト。はい。Yes。チャイ。あ。I live in Bangkok. Very yes. nice. Thank you. Please, that's my name. Don't, I mean, sorry. これね。あ、こんにちは。何が違うんですか？これとこれ。これとこれ。ラプター。これとこれが何が違うのかな？What different? ความแตกต่างคือตัวเครื่องโอเค please shop card please shop card ちょっと名刺ください next please thank you コプンカーディーゼルが向こうディーゼル and whitehこれは Ranger Y-Pack and Ranger Raptor コップンか See you next やった本気本気あ俺だって普通にこれ買いたかったレンジャーがこれかこれでこうなってこれでこうなってラプターとレンジャーの違いがね多分ガソリンとディーゼルの違いなんだろうねあ V6 ガソリンあ何これ何これマジでマジ何これWhat happened? だよねこれは手だよねさすがにこれは手だこのなんか上げ締めがフォードは超楽でこれ何これこれだってボタンを押したら大丈夫かな上の人ごめんね本当にビーって出てこれだとジェットを積み下ろしできるっていうことかないらなくない壊れそうだし遅いしいや別にフックで釣って下ろせばよくないっつってこれねこれねこれね、うん、これかみたいなどれぐらい出てんだろうこれよくわかんねえんだろうこれもうね日本に帰りたくない理由わかるしこれ何えなんで Why? いらなくこう下ろせばいいよこう下ろせばよくないでこれ待ってんのがだるくないすごっ誰いらない下ろせ下ろす下ろすこれはいらないいやこれか高いだろこれああやっぱ高い微妙に高い気がするんだな
中は一緒、外だけ違う、外違う、コードいいな、キャリアついてるし、つうかトラックいいな、マジ1台、なあれが SUV でこっちがトラックスなんだけど、ごめんね、かぶって素人だからかぶってて、これトラックス、あおう、わお、20万円くらいだけなんだ、これでよくない、150でしょ、ああいい、トラックスいいな、あおう、ドアがいい音した今、おう、でいい音、ちょ家がねちょっと安すぎて車の値段バグるけど、車は超高い、あディーゼル、俺ディーゼルじゃん、なんだこれ、このね気合い入れなくていい、これのガチャって開けて俺でもワオっていいな、いやさっき2枚目もらったんだけど、保険にねショッカーズちょうだいっつって、わお、いいな、超いいじゃんこれ、原車で安くなんねえのかな、交渉してみよう、大臣だから、あいいわ、幸せの隠し場所みたいになってるけど、いい、あいい、わお、これはいい、イメージ湧くもん、仕事してる、1台目これかな、安いし、ちょっと待って、あれ、あかね、あ、静か、ドアが熱いから静か、だって外気、外音、外の音しないよ、ノイズキャンセリング耳にはめたぐらい静かだよ、行くよ、現実的なのかなって思うじゃん、ちょっと待って開くのかな、これこっち、これわお、あー so quiet、 おー150ローンかな、かっけ、かっけ、あごめんね、ちょっと俺携帯のさバンカーリングなくしたんだよね、来るときに、来る前に日本から、わーお、うわーこれはいい、乗って閉めたら分かった、このフォードのレベルの高さ、うん、もう黙るわ、いらねえわ答え、超いいこれ、わーお、アメージン、いや俺アルファードとかで全然いいんだけど、これかっこよ、いやびっくり、びっくり、 V6 ディーゼルみたいな、レンジャーか、あこれ、これが多分この値段が、これ151万9000バース、わお、ビューティフォー、これはすごい、これは、いや、エベレストいらない、こっち好き、やっぱね俺トラック好きなんだよね、多分同じエベレストになるだけで人が群がってるけど、これいくら、174万バーツ、7000バーツで、ちっせい